昨年のお正月、今まで仕事の話しかしたことがなかったのに、初めてひろきさんの今までの過去の話を聞かせていただきました。その時私は正直とてもヘビーだなと思いました。同時に私に抱えられるだろうか、耐えられるだろうかと考えている私がいました。今思うと、そう考えている時点で頭のどこかでひろきさんとの人生を考え始めていたのかもしれません。幸せって何ですかって、大事なことはそこにあるっていうことに気づくっていうことなんです。その日の一日でもいいです。それを、まあ、振り返る時間を持てることが幸せじゃないかなと。幸せとは今の命に感謝しきること、幸せとは今の命に思いっきり感謝すること、幸せとは次の時代に思いっきり命を伝えること。私は過去に結婚していたことがありまして、27歳で妻が癌になって、で29歳で死別して、何のために自分が生きてんだろうっていうことは本当に自問自答ずっとしながら生きてきて、でそういう人生の中でエリナと出会って、で一人で考えたことをエリナとシェアできて、エリナの考えも聞くことができて、その状態がすごく自然ですごく幸せで、父が亡くなって25年ですもし私が今の年齢で、お母さんと同じ状態になったらどうなるんだろうなって思うことがあります、それでも私には辛かったことは全然言わず、愚痴だったりとか辛いとかそういう言葉は一度も聞いたことがありませんでした。そのことを改めて考えると本当にすごいなって思います。ここにいらっしゃる方とは本当にその都度その都度本当にいろいろな思い出があって、いいことも悪いことも失敗したことも良かったことも全て含めて、どれが欠けても今がなかったなって本当に思います。本当に今を作ってくださって心からありがとうございました。付き合うまでには躊躇もありましたが、いざ付き合ってみると不思議なくらい一緒にいることがとても自然でした。まるでもうずっと何年も前から一緒にいるみたいに。今ではひろきさんの隣が私にとって一番安心できる場所です。本当に出会ってくれてありがとう、一緒にいてくれてありがとう、私のことを必要としてくれてありがとう。愛しています。なんか本当にエリナと付き合って一緒にいるようになってから毎日がすごい楽しくて、なんかすごい人生がカラフルになったというか
幸せだなって思います。こんな2人ですが、これからもよろしくお願いします。